海川大橋海川大橋は、千葉県道成田海川鹿島高線の利根川に架かるランガー橋である。海川大橋は、1973年8月1日に開通。後期は5年8ヶ月間、総工費は21億円。6連のランガー橋である。橋長822.2メートル。管理は千葉県知事が行う。 昭和40年代の鹿島臨海工業地帯の開発に伴い、尾み川には住金団地が造成された。しかし、尾み川と上ミの間には都線しかなかったため、工場への通勤に都線を使っていくという状態であった。また、尾み川市街地の振興のためにも大橋建設をという機運が高まり、尾み川大橋が千葉県により建設された。現在では、 千葉県と茨城県鹿島地域を結ぶ幹線道路となっているが片側1車線であるため朝夕を中心に混雑が激しい近年都根川北岸の交差点寄りが拡幅され右折車線が設置された参考資料対策実況に P 千葉県橋梁町寿命化修繕計画に関する意見募集結果及び千葉県橋梁町寿命化修繕計画の策定について 古海川大橋及び行き、住川大橋並びに、取付道路の管理方法について、千葉県知事と協議成立。茨城県法、第9297号、ピアニッシュも、1011。ありがとうございます。